ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。お帰り霊夢。結構汗をかいているように見えるけれど、何をしてきたんだ？自転車での移動に最近ハマっているの。涼しい時間帯も増えてきたし、かなり快適よ。何よりすっごく楽しいの。へえ、それは健康的でいいな。でもそんなにアグレッシブなタイプだったか？経験がやっぱり大事かなって、最近思うようになったの。だから気になったことは、とにかくまず始めるようにしているのよ。いい心がけだと思うぜ。新しく惹かれることを今日もまた見つけたの。どんなものなんだ？不動産投資よ。元手がそれほどなくても始めやすいらしいから、やってみたいなって。普通のサラリーマンでも、退職して優雅な生活を送れることもあるらしいわ。ジャンルが急に変わったな。だが不動産投資は確かに人気がある。興味があるならその話をしようか。かなり乗り気だからぜひお願いするわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。最近は、物価の上昇や老後への不安もあって副業などに注目が集まっているよな。雑誌の特集なんかもよく見る気がするわ。投資も、選択肢の一つとしてよく上がるものの一つだ。税金対策にもなるため不動産投資は特に人気がある。へえ、税金とも関係があるんだ。霊夢の言う通り、他の投資に比べれば、難易度も低めで手を出しやすいと言われている。やっぱりそうなのね。ますます興味が湧いてきたわ。しかし霊夢のように、思いつきで手を出すのは非常に危険。軽く考えて始めると、とんでもない事態になってしまうこともある。そうなの。優雅な生活が簡単に手に入るって聞いたわよ。霊夢に現実を見てもらうためにも、実際にあった例を4つ紹介しよう。一つ目は、冒頭に少し触れた節税に関する事例だ。どんな関係があるのかわからなかったからありがたいわ。ある商社に勤める40代 A さんの話。A さんはもともと高収入で年収は1800万円ある。お金持ち、それ以上はもう必要ないんじゃないの？その高収入にかかる所得税の高さに困っていたんだ。ああ、稼ぐほどに取られるってよく聞くもんね。そんな時に、不動産の節税効果を業者から教えられる。一棟の中古物件を紹介されたため、購入を考え出した。埼玉県にある築23年の木造物件で、価格は8000万円。高っ。中古とはいえ一棟丸ごとだからな。購入前の想定では、損はしないが利益も出ない状態。それでも節税効果が得られるならと購入したんだ。その節税になるっていうのがよくわかんないのよ。簡単に言えば、不動産で損した分を会社の収入から差し引けるってことだ。仮に、1000万円が手元に残っている場合、不動産で500万円損をすれば、税金のかかる範囲は半分の500万円部分だけだ。どの程度手元に残るかを、不動産を合わせた全体の収支で見てくれるってことね。なんとなくは分かったけれど、A さんの場合は損をしない想定じゃないの？実際の収益はな。だが、年月とともに物件の価値は下がると考えられているから、計算上、その分は損をしていると捉えられるんだ。給料から不動産の赤字分が引かれたことで A さんは、節税の目的を果たすことはできた。なら予定通りで成功じゃない。やっぱり不動産投資はやりやすいのね。しかし2年後に事態は急変する。A さんは、海外転勤するよう突然言い渡されたんだ。いいわねー。高収入で投資も成功。働く場所は海外なんて憧れじゃない？やっぱり霊夢はお気楽だな。もし霊夢が不動産投資をするとしても、そんな認識だと必ず失敗するぜ。厳しいわね。海外転勤がどうしてダメなのよ？海外で働いていた収入と、国内の不動産赤字は通算できないんだぜ。できないの？想定していなかった転勤の結果、実質的にはマイナスの物件を A さんは持つ羽目になったんだ。お金を出して損をするなんて最悪じゃない。二つ目は、お医者さんの B さんが主人公。副収入を得るため、地方にある一棟マンションを購入する。購入価格は1億5000万円だ。ひゃあ、さすがお医者さん。金額が一桁上ね。しかし想定外の状況はすぐに発生。不動産会社から聞いていたほど、家賃収入が入らなかったんだ。話が違うなんて勘弁してほしいわよ。購入時にローンを組んでいたため、出費はさらに膨れ上がる。全体でのマイナスは、年間で250万円にまでなったんだ。損すぎるでしょ。どうしてそこまで？物件の維持費に修繕費、そして税金などのコストが大幅に想定を上回ってしまったんだぜ。そこまで予想と違うことあるんだ。焦った B さんはすぐに売却を検討。しかしそこで新たな問題が発覚する。他にも何かあるの？適正金額よりも、
明らかに高い値段で買わされたことがわかったんだ。ぼったくられていたってこと？怖っ。物件を売っても、3000万円ほど損してしまう状態になった B さん。結局売却を決断したが、差額を埋めるために貯金と退職金を全て失ってしまった。今より多くの収入を得ようと始めたのに、老後の退職金までなくなっちゃうなんて、やっぱり自分で運営するのはリスクが大きいわね。その点、サブリースってやり方なら自分で管理しなくてもいいって聞いたわよ。このやり方はどうなの？用語だけはよく知っているんだな。まあねえ、褒めてないからな。物件を購入した上で、管理や入居者の募集などを不動産会社に任せる方法が霊夢の言うサブリースだ。利点は管理などの負担がないこと。一定の手数料を取られるため収益は少し減るが、普段は忙しい副業サラリーマンに人気な手法だな。自分も働きながら、入居者を募集するのは大変だもんね。そんなサブリースを利用して、不動産オーナーになった C さんの例を紹介しよう。C さんの勤め先はよく知られた大企業だ。そんな C さんだから、投資用マンションを営業マンが紹介する。収入も安定していた C さんは3室まとめて購入した。一棟じゃないにしても、一気に3室は勇気があるわね。不安は当然あっただろう。だが、サブリースがついているから損することはないので安心してくださいとの、営業マンの言葉で購入を決める。そう言われると、逆に不安になるのは私だけかしら。営業マンの宣言通り、3年目までは確かに順調だった。しかし3年を過ぎた後に問題が発生。サブリース契約で決められている、保証額の大幅な引き下げを、不動産会社が一方的に通告してきたんだ。どういうこと？つまり、C さんに払うと不動産会社が約束していた金額を下げると急に言ってきたんだぜ。予定していた収入と変わっちゃうってことよね。そんなのありなの？断ることはもちろんできる。だが、条件を飲まないなら契約は更新しないと C さんは言われてしまう。自分で管理なんかできっこないって考えて、無理を言ってきているわね。霊夢の言うように、自分で経営することが難しい C さんは条件をしぶしぶ承諾。その結果、毎月大きな赤字が出るようになってしまった。働いて稼いだお金のほとんどを、補填に当てないといけない状況になる。また本末転倒。売却も考えたが、ローン残高との差額が1000万円ほどマイナスになる計算だった。しばらくはなんとか持ちこたえていたが、貯金もついに底をついてしまう。最終的に C さんは自己破産を申請。不動産投資を安易に始めたばっかりに、真面目に働いて買った家や車など、すべての資産を失ってしまった。なんて悲劇。最後はさらに問題な事例だ。被害に遭ったのは、東海地方で会社勤めをしている D さん。他の方と同様、投資をしようと物件を探していた D さんは、東京郊外のあるマンションを紹介される。東京の物件だと高いのかな？金額は2500万円だぜ。安いとか考えちゃったから、金銭感覚がおかしくなっているわ。その感覚はかなり危ないな。その物件には入居者がおらず、募集するにはリフォームが必要な状態だった。業者から伝えられた代金は200万円。何の疑問も持たず、営業マンに言われるがままにローンを組んで D さんは支払った。やばい匂いがプンプンする。いい勘をしているな。実際、想定していた賃料では借り手がつかず、やむなく値下げをして貸し出すことに。一旦は入居者を確保できた D さんだったが、一人目に住んでいた人が、出て行ってからが厳しかった。何があったの？次に住みたい人が、なかなか見つからなかったんだ。入居者を探すのって大変なのね。その間は当然無収入。しかしローンの返済は待ってくれないため、次第に返せなくなってしまう。売却を考えるために物件の価値を確認すると、さらに予想外の事態になった。他の問題が出てくることが多いわね。2500万円で購入した物件の価値が、購入当時で2000万円ほどしかなかったんだ。またぼったくり。不動産業界ってやばいわ。それだけじゃない。200万円余分に支払ったにもかかわらず、リフォームが全くされていなかったんだ。完全に架空の請求ってこと？やばさが一段階増したわね。でもリフォームの形跡がないなら、会社を訴えられるんじゃない？被害を請求しようにも、その会社はすでに廃業していたんだぜ。終わった。これ以上の返済は D さんには不可能だった。結局物件を売っても多額のローンが残るため、D さんが取れる選択肢は、自己破産しかなくなってしまった。不動産投資って、こんなにうまくいっていない人がいるものなのね。ここまでの被害を受けていない人でも、このまま所有していて本当に大丈夫なのか？と、不安に苛まれ続ける人は多い。
心配が頭から離れず、本業の仕事が手につかない人もいる。中には、不眠になったり精神に異常をきたしてしまったりする人もいるんだ。不動産投資怖すぎ。楽して稼げるんじゃなかったの。どうしてこんなことになるのよ。細かくはいろいろあるが、大きく言えば二つ。完全な知識不足と想定の甘さが原因だ。いい点だけに目が行き、空室や建物にあるリスクを見ていない。これまで見てきたように悪徳業者の危険もある。グレーな部分がまだまだ残っているのが、不動産投資の世界なんだぜ。グレーどころか真っ黒な例もあった気がするわ。とにかく知らないことが多すぎる。例えば新築のマンションは人気だが、元の価格が高いため、売却時の利益を得づらい。直接の数字は見ていても、売れていた金額に税金がかかることを理解していない人も多い。あちこち税金でやんなっちゃう。また新築から10年で賃料は約1割下がるし、物件の価値も数年で2割は減る。新築なら入居者が入りやすいと考える人もいるが、立地が悪ければ入居率は低いんだぜ。新築だからいいみたいな考えはダメなのね。他にも、利益を出せる相場の価格を知らないため、高い金額で物件を買わされる人もいる。基本的に知っておいてほしいことは、一般の個人投資家に営業してくる物件のほとんどは、買い手がつかなかった割高物件だということだ。本当にお買い得な物件なら、営業なんかしなくても表に出る前にすぐ売れるからな。そう言われれば確かに。でも、自分にはお得な物件が来たのかなとかって考えちゃいそうよね。みんなそう思って高い物件を買わされるんだ。2017年1月から2019年11月末までに、128人へ聞き取りをした結果、相場より 10% 以上も割高で購入した人が 79% もいたくらいだ。10% 未満の割高さで購入した人が 14% だから、合わせると8割超えだぜ。私の想像だけじゃなくて、みんなやっちゃいがちな失敗なんだわ。頭金を出さなくて済むことで、人気のフルローンにも注意が必要だ。よほど割安で買っていない限り、物件を売っても完済できなくなる危険性が高い。でも元手がいらないって魅力的なのよ。さらに家賃の値段が何年もそのままとは限らない。周囲に同じような物件ができれば、賃料を下げないと入居してもらえないからな。こういった様々な知識を持たないまま、安易に手を出すと、サブリースだから安心のような、不動産会社の言葉を鵜呑みにしてしまうんだ。営業マンのトークを、そのまま信じちゃいけないってことね。何も知らない状態で専門の業者にそう言われたら、そうなのかと思ってしまうんだろうな。だが実際の賃貸経営では、満室を維持するのはかなり難しいんだぜ。そしてもう一つの主要な原因である、想定の甘さに関して、まず管理費用や税金、修繕費や保険料などを考えていない人が多い。物件が古くなれば修繕の必要があるのは誰でもわかるのに、買う時には忘れちゃうんだ。先の統計でも、想定より維持費がかかったという人は 57% いるからな。収支も満室ベースで考えがちだが、空室が出ればその分の利益は当然下がる。新しい入居者が決まるまでに、時間がかかることもあるなどを想定できている人は少ないんだぜ。一般的に考えれば当たり前のことだけれど、立場が変われば難しいんでしょうね。空室による損失が想定より大きかったと答えた人は、68% だからまさにその通りだな。仮に満室状態を常に維持できたとしても、家賃を滞納されてしまう可能性だってあるんだぜ。そういえばそうね。でも不思議とその発想はなかったかも。想定が甘くなる一因は、不動産会社が提示する予想賃料を実際のものだと考えるところにもある。しかし示される賃料は、極めて楽観的なことが多いんだ。悪質な業者は、意図的に釣り上げた金額を伝えてくるぜ。ギャンブルのような、不確実さを感じるようになってきた。もし書いてある賃料がまともだとしても、築年数とともに家賃は落ちるため、想定より利益が減りやすい。実際、128人中 94% の人が想定賃料を下回っているぜ。不動産投資に失敗してしまう人の特徴は他にもある。その一つは、物件を買うことが目的になってしまっている人だ。不動産投資をしようとしているんだから、買うことが目的なのは普通なんじゃないの？違うぜ。購入するのはあくまで手段。目的は利益を得ることだ。確かにそうだわ。だが収益を上げやすい物件は、なかなか手に入るものじゃない。希望物件が買えないとどんどん焦り出す。永遠に自分は購入できないのではないかと、不安になってしまう。そうなってしまうと、条件の見定めがどうしても甘くなってしまうんだ。頭ではわかっているのに、気持ちが先走っちゃう。
ってやつね。身の回りの買ったものを見るとよくわかるわ。じゃあ不動産投資を成功させるには、どうしたらいいの？当然だが、しっかりとした知識をまずは身につけること。購入費や家賃の相場、賃料が下がることや、様々な諸経費がかかることを確実に頭に入れよう。ちなみに、ローンの返済額は収益の 50% 以下が目安だぜ。返す金額が高くなるほど、突発的な支出や空室に対応できないからな。ある程度余裕がある方がいいんだ。知らないままだと、借金を抱えておくのは嫌だからたくさん返しちゃいそう。必要な知識を手に入れたら、そのデータを元にどれほどの利益が出るかをしっかり見極めよう。収益を見る場合は今だけじゃなく、将来まで考えるのが重要。例えば市町村の単位で見て、長期的に人口が大幅に減少するエリアは危険だ。大学の周辺とかいいんじゃない？毎年必ず学生が家を探すわよ。私頭いい。投資の才能があるかも。物件があるかはさておき、都市部ならいいだろうな。だが郊外にある大学の場合は注意が必要だ。大学が移転してしまったら、入居者がいなくなり大ダメージになるぜ。統廃合や移転は実際にあることだからな。そんなもしかしたらも含めて想定しよう。いろいろと考えないといけないことがあって、難しいのね。賃料をシミュレーションするときは、より築年数の古い近くにある物件の家賃も考慮する。年数が経っても、どのくらいの金額でなら貸し出せるかを、厳しい目で見るのに役に立つぜ。また、事例にあったような節税だけを狙ったやり方はやめるべきだ。物件自体が稼ぐ力を持っていないと、基本的には投資として成立しない。まあ本来は利益を得るためにやることだもんね。最後に、信頼できる不動産会社を見つけることも重要だ。話を聞いているとそれが一番難しそうなんだけれど、基本ポイントとしては以下の3つ。紹介する物件の事情を理解しているか、物件周辺の土地勘を持っているか、メリットのみでなく、デメリットやリスクも含めて説明しているか、これらに当てはまらない会社は真っ先に除外しよう。ダメなところも教えてくれるかは大切よね。デメリットのないものなんて、世の中には少ないだろうからな。信頼できる会社が見つかったとしても、様々な想定は厳しい目で見ることを覚えておこう。そして購入を検討する際には、自分なりの条件も設定するべきだ。その条件以下なら買わないと覚悟を決めておけば、低滞失敗をする可能性を下げられるぜ。最初に決めていても、話を聞いているうちに欲しくなっちゃうものだから困りものよね。購入してからは管理会社に丸投げせず、自分でも状況を把握して積極的に関わろう。投資をしているのは、あなた自身であり管理会社ではないからな。言われるがままや任せっぱなしじゃなく、主体性が大事ってことね。不動産投資への興味はどうなった？さすがに、ちょっと冷静になろうかなと思ったわ。それが賢明だな。やるにしても、しっかりと知識を身につけてからの方がいい。他にも細かいことはたくさんあるんだろうけれど、基本は当たり前なことだらけだったわよね。その通り、買う側になってない人からしたら、どれも当然のことだ。しかし霊夢も実感したように、違う立場になるといいところにしか目がいかなくなる。基本を見落としがちになるんだぜ。それだけ難しく、大切だからこその基本なのね。相手の話や情報は本当に正しいのかをしっかりと、自分で判断することも大事だ。あくまで投資であり、リスクはつきものだと頭に刻む必要がある。うまいだけの話なんてあるわけないものね。判断力のある自分を育てて、主体的に行動しなくっちゃだわ。それじゃ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。